写真拡大。野球日本代表侍ジャパンの稲葉篤史監督は18日沖縄那覇市内で記者会見を行い、3月9日10日に開催されるエニオス侍ジャパンシリーズ2019日本 VS メキシコ日本ハムの清宮幸太郎内野手が初選出された。清宮はプロ野球選手として侍ジャパンに初めて選出されたことをとても光栄に思います。選手としてはまだまだ未熟ではありますが、日本代表の一員として日の丸を背負う以上、チームのために全力でプレーします。チームメイトには偉大な先輩、侍ジャパン高校代表として2017 WBSC U18 ワールドカップに出場して以来の代表入り。初めて戦うトップチームで